はい、今日も相場解説していきましょう。今日はですね、ちょっとした動きがありました。昨日なんですけども、午後になってですね、買いのエントリーがものすごく入ったんですよ。で、これがね、最近ない大きな要請になりましたので、それも解説しながら、これからどうなるのかってことをお話していきましょう。一貫してね、セルの方でお届けしていたんですけども、セルじゃない、そのセルの中でもバイの流れがある、もしくはこれが切り替わって、もしかしたらね、トレンド転換したのかもしれません。まあ、その辺を合わせてお話していきます。画面を切り替えて話しますね。で、まずはいつものように、こちらですね、デイリーの方を見させてもらいます。ほら、ね、一番こっちのですよ、ここの陽線が大きいでしょ。ズバッと2段に分かれて入ってますよね、これはすごい陽線です。まあ、全体の流れはこういう風になってるわけなんですけども、久しぶりに久しぶりに、ここと同じです。ここと同じように大きな陽線が出ました、この辺もそんな感じですよね。たまにそういう風な大きな陽線が出て、おやおやと思うんですけども、陰線に切り替わって、結局はこのチャンネルラインを守ってるわけなんですけども、今回はどうでしょうかね。まだまだ上がるんでしょうか。上がるとしたらこの辺まで上がるってことなのかな、じゃあ4時間見ていきましょうか。はい、4時間見てみると、こちらの方にポイントがも出てますよね。ここね、3つで、ここの線を引くと、まさにここにぶつかって下がってるのかなと思いますけども、ただここでとどまらずにね、次のゾーンまで突き抜けるかもしれませんよ、この辺りまで。で、さらにこれを破ると、もう最後の砦でここに来るかもしれません。ということで、上昇波動がまだ続くかどうかってことですよね。この移動平均線は上向きですからね。で、こちら、ほら、下を支えてるこのサンバーガラスじゃないや、なんだっけな、あの三平の後からぐーっとね、下ひげを出して大きく上向いて、 N 字を書いてさらに大きく上に行くっていう動きをしてます。ですんで、ここももう一回 N 字を書いて上に行くことも考えられるんですよね。1時間見ていきましょう。はい、1時間ね、綺麗に決まってます。こちらがポイントになるわけなんですけども、下がっていった後にね、下ひげを出してぐーっと上の方に向かっていきました。で、ここを破って、難なく破ってね、で、上の方に行って N 字を書いて、下ひげを大きく出して今上の方に行ってるわけなんですよ。で、ここに来て勢いが収まったわけなんですけども、これがフラッグになってまた上に抜けるみたいな形もありますんでね、ちょっと下の軸も計算していかなくてはなりません。こちらの方はこういった線に支えられて上に上がってるわけなんですよね。移動平均線は上にグワッと開きました。で、こういうふうにはっきり開くと分かりやすいですね。だから昨日は一日中倍で取れたわけなんですよ。で、昨日はね、セルでずっと取ってきましたよって話しましたけども、その相場解説のこれからの展望ってのをお話しなかったんですよね。ちょっとこれを話せるとよかったんですけども、その時はまだ何とも言いませんでした。とりあえずセルで取って、セルがロスカットを食らい始めたらバイを考えていけばいいかなというスタンスでずっとやってきましたんでね、昨日がその日だったかもしれません。じゃあ一応もう一個ね、買い足を見てみましょう。これはね、15分足ですね。15分足になると大きな上昇があって N を書いて一旦上と、そして N を書いたんだけども、突き抜けずに、ヘッド&ショルダーの失敗というふうな、ね、言い方もできるんですよ。そうなるとこれは下に大きく下がるっていうプランが書けますね。その際はこうですかね、サポートラインは。じゃなかったらこれが、ちょっと形悪いんですけども、こうですよね、フラッグ抜けてこちらへ行くと、で、抵抗がここにあるって感じですかね。この2つが考えられます。はい、今日の相場解説は以上ですけども、どうだったでしょうかね。昨日の、そうですね、午前はまだしもなんですけども、午後になってから急にね、この買いの波がぐんぐんぐん出てきて、多くの方が買いでポジションを取ったんだなというところが分かります。そして途中で2度ほど決済されて今に至るわけなんですけども、今回
この直近の決済がですね、大きく売りに向かういわゆる高値圏でのヘッド&ショルダーの失敗になるのか、それともね、ここからもう一発、フラッグを書いて上昇していくのか、それが見ものだと思いますので、今日はこの2つの仮説がどっちに向かうのかを注目しながら、相場の方をね、1時間2時間ごとに見ていきましょう。それでは本日は以上です。ありがとうございました。